はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時40分になろうとしてますね。全場終わりました。見てみましょうか。日経平均はですね、マイナス89円ですね。29,107、まあほとんど動いてないですね。ドル円がここのところ110円で固まりそうな感じですね。アメリカの長期金利若干上がって 1.52 ですか。ビットコイン軟調415万ということですね。はい。さて、なんか五輪はですね、開催ということでですね、粛々かな まあ進んではいますね。で、気になる兆候はですね、イギリスで再びですね、感染者数が増えてきたというところが気になるところでして、あるいはあれですね、シノファームのワクチンを接種しているところがですね、あんまり効いてないんちゃうかという傾向が見えてきたわけですね。でもその中国ではですね、一応いないというなってます。毎日毎日5人とか8人とか20人とかなんですね。それも外国から入ってきた人がそうなってるということになっています。ただ多分ね、誰もね、本当のところは知らないと思うんですよ。で、中国はですね、フルセットで選手団が来ます。多分あの勢いだと全面的に開催を支援するというふうに言明しているようですから、フルセットで来ていただきます。で、シノファームのですね、ワクチンを、まあ、皆さん打ってくるんでしょうけども、これがあんまり効かないということになっていますとですね、まあ、たくさんこうですね、本来持っている方で PCR を抜けた方がですね、ドドドドドッといらっしゃる。 PCR の有効率が6割とか7割と言われてますね。で、しかもその潜伏期間というのがございますから、まあ気持ち大丈夫みたいな感じですね。あれで陰性が出たら台湾なんてたった一人のパイロットがですね、 PCR をすり抜けてですね、5日目に発症というか感染が陽性になって、その人からブワーって今も何千人という人に感染しています。蔡英文さんの支持率が落ちていますね。お気の毒ですけども、むしろね、ある程度感染が広がってね、自然免疫がついた方がね、後々いいと思いますよ。で、中国なんかはシノファームでやってますけど、あれ効かへんとなったらですね、もう一回やり直さなきゃいけないということですね。ファイザーなり何なり入れて、で、人数がね、人数だけにね、それこれからやり直すのも大変やんということですね。今一生懸命シノファームでやってるわけですけど、あんまり効かへんという話ですはい。で、そういう状態で日本は間もなく5輪、あと1月になってきました。1月と3日ぐらいになってきました。開催するというふうに今強行をしています。これね、本当に強行した場合、多分第二次世界大戦が終わってから、日本の政策、オキュパイドジャパンが終わってからですから、1953年から日本は実質的に独立をしたわけですけども、以降で多分一番の愚策ではないかなと思うんですね、五輪開催強行は。ほぼ十中八九失敗するという、失敗する、あるいは失敗と同じように評価されるということがほぼほぼこう見えていることをわざわざやるわけです。大きなリスクを取って、いや、まさにこれもうインパール以上のですね、愚策になると思います。だからあれですね、本土決戦に等しいぐらいのことをですね、やって、多分菅さん歴史に残る、今菅直人が最低やと言われてますけど、まあ同じ字ですけどね、菅さん最悪の選択をした総理大臣として日本の歴史に残る可能性がありますね。第99代日本国の総理大臣ですけども、最悪という状態になる可能性があります。何度も言うてますけど、いろんな意味で失敗が9割ぐらい見えてるわけです。まあ、成功する確率も1割ぐらいはあると思いますけど、まあ、1割ですよ。
まあ、一つにはですね、世界の変異種大集合で日本国内の感染が広がってしまうということですね。あとは大会運営に何らかの失敗があってですね、こんなのね、五輪ちゃうわ、コロナ禍の五輪なんて誰もやったことないんですよ。どこに何のノウハウもないことをこの日本がですね、やろうとしてるわけですよ。普通の国ではない、軍隊がきちんと機能しない日本でですね、非常事態宣言ができない日本でそれをやろうとしてるわけだって、もう誰がどう考えてもですね、かなり厳しいわけです。で、運営面において何かのこうまずいことがあって、きちんと運営ができなかったりですね、そこで何か大きなアクシデントが起こる、あるいはですね、その来ていただいた方がですね、7万人とも9万人とも言われますけども、の中からですね、医療が間に合わずにですね、命をなくされる方が出てきたりとかですね、そういう事故が考えられまして、おそらくですね、終わってみたら、ああやらへんかった方が良かったやんというふうな五輪になる可能性が高いと昨日も申し上げましたけども、そうなるとこの菅義偉という人はですね、日本の歴史の中ではですね、何代目か知りませんけど、東条英機というおっさんがいません。この方は あれですね、日本の総理大臣経験者として東京裁判で裁かれてですね、あの東京裁判自体は私はインチキだと思ってますけども、処刑をされました。この方と広田幸喜という方が処刑をされました。公衆刑ですか。で、遺灰は太平洋に撒かれてしまいました。最後、屈辱的なですね、日本の歴史上最も屈辱的な日本のリーダーになられたのが東条英機さん。なんて言いますかね、いろいろこう履歴を調べてみると、この方、東条英機自体がもう極悪人であったかというと、全然そんなことないですよね。全然そんなことはないんですよ。ものすごく頭が固い方なんですよ。そこがね、菅さんとの共通点なんですよ。ものすごい頭固い、想像力がない。ただ東条英機は割合エリートですというか、まあまああの当時の世界にとってエリートです。菅さんはエリートとは言えないボンクラですね。でも共通項は あれですね、想像力がない、まっすぐしか物を見られないというところでですね、非常にこうよく似てますし、割合強権的なところですね。まあ、菅さんは民主国家の総理大臣ですから、東条英機みたいにですね、気に入らないやつはみんな招集して前線に送り出せみたいなね、そんなことはできませんけども、反対意見を排除するということに関しては同じようなことをなさっているように思います。ですんで、もしかしたら東条英機以来のですね、我々の歴史に負の汚点を残す総理大臣になる可能性が、なんていうか8割9割十中八九というあたりが当たってるかと思うんですが、になってしまう可能性があるわけであって、でもうこれね、菅さん自体が最悪の総理だっていうことは、ほぼほぼ今現時点でもそうなんですよ。今からね、五輪中止しますって言うてもね、何今まで引っ張ってきたんやという話になるわけですよ。この後に及んでかみたいになって、もう遅いわみたいなね、そういうふうにもうそこまで来てると思うんで、今さらよほどのことがないと引き返せないと思うんで、もう現時点でもですね、こう負け決定みたいなようなふうに私には見えますね。ただその、皆さんの想像力がそこまでいかないでしょうけども、もうこの菅さんの未来っていうのはもうあと2ヶ月、総理大臣としての未来はあと2ヶ月の3ヶ月ですね。9月まで持つんかなと。9月、まあ強行開催すれば閉幕までは行くでしょうから、まあそこまではやるんでしょうけど、その後自民党の総裁に再選される目は五輪失敗後は著しくゼロに近いですね。仮に成功したらね、それは見えてきますよ。でもね、一か八かの賭けやるかっていうのね、総理大臣が。やめてくれよと。一国の総理大臣ですよ。が一八勝負やるんかみたいな。それはね、なんて言いますかね、なんでそうなったんやろと。今までさ、行くたびもですね、引き返す、やめる機会はあったにもかかわらず、とうとうここまで来てしまってですね、このまま
もう強行開催ということになります。そうすると自分が東条英機になるんだというイマジネーションはほぼないんですよね、菅さんの頭の中には。やったら成功すると思ってるわけですよね。もうこのなんていうか視野の狭さっていうのはですね、本当に、ちょっとびっくりしますよね。ムン・ジェインさんも顔負けちゃうかなという気がいたしております。ああっていう感じですけど、しゃあないですね。はい、というお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。